前澤子です。おはようございます。2021年1月2日、新年早々の走り止めの相棒に選んだのはホンダのシログロン森脇枕。今年はですよ、私もね、目標ね、そういえば目標何も決めてなかったな。ねえ、うん、ねえじゃねえよね。皆さん決めました？目標今年1年どうしましょうとか、まあ、キャンプの方もね再開しようかなって、まあおそらくね、ラーツぐらいからまた始めると思いますけど、TDR80 の時に、ね、何度かねそういうことしましたし、ちょっとしたねデイキャンプ的なこともしたんですけど、モトブログでは上げてません。そのブログの方でしか書いてないんですけど、手放しちゃったんで TDR80 ね。で、フルカスタムモンキーと入れ替えで手放しちゃったん で、まあ、おそらく今年はですね、このグローム、モンキーはね、まだちょっとね、積載の問題もありますし、まだね、長距離はね、トラブルとちょっと、自分では対処できないかなと思ったので、思っているので、まあ、まずまず壊れないだろうというね、このグロン、まあ、バッテリー一回交換した方がいいかな、今年どっかで交換するだろうと思いますけど、まあ、この白グロムに活躍してもらおうかな、ひょっとしたらそういう1年になるかもしれませんね。ですから、今年2021年の私の抱負としてはですね、今まで通りかな多分ね、今まで通りのスタイルだと思います。で、時々ね、ラーツとかね、ひょっとしたらデイキャンプぐらいはねするかな。お泊りはね、ちょっとね、右膝をね、この右膝がね、やっぱりあんまり調子が悪くてですね、良くなくてですね、まあ、それもあったし、まあ、母のこともあったし、で自転車に乗るね機会はね、もうずっとなくなってしまって、室内でローラーするぐらいなんですけど、まあそのタイミングでね、子供たちがオートバイに乗るって言い出して、で、まあ、きっかけは結婚30年の記念でね、まあ、自分の記念になっちゃったかな、ね、妻にね、この白いグロムをプレゼントして、で赤いグロムと一緒に、ね、乗ろうかなというところからね、まあ、そこのあたりから、ま、元ブログの方もね、ちょっと本当にやってみようかなって思って、そういうところからね、オートバイライフ復活ですからね。あ、そうそう、遅くなりましたけども、ザワコね、私ね、元ブログを始めて、まあ、1年過ぎました。皆さんね、どうもね、ありがとうございました。1年間ね、お付き合いいただいて、本当に感謝感激、何もプレゼントはありませんし、でもね、地味にね、あ、なんか手がかゆくなってきた。まあね、地味に、続けてきてね、なんとね、まあ、チャンネル登録者様数、あれはね、私ね、気にしないって言うと嘘になりますけども、まあ、目指しているところはね、そこじゃなくて、まあ、ほぼね、もう本当に、誰も見てもらえないというか、そういうその皆さんのお得になるようなね、元ブログのスタイルではないので、まあ、それでもですね、もうちょっとびっくりする、まだね、本当にちょっとの1000人にはまあ程遠いんですけれども、おかげさまでですね、まだ本当に、まだ180人ぐらいの皆さんが登録してて、されてくれてたかな。で、の割にはですね、再生回数、操作再生回数が4万4000だった
からね、それにはちょっと驚きましたね。まあ、上げてるちゃん、本数もね、動画の本数もね、正確に数えてないんですけど、うん、100本はね、上げてますね。ね、僕、自分でびっくりしたんですね。俺、100本もやってたんかよ、って。まあまあ、その割にはね、効率的じゃないですね。100本以上上げてるのに、そんなもんかよ、っていう。まあ、その辺がね、普通の元ブロガーさんとね、大きな違いかな。有益な情報がなくてね、ただ走るのがね、基本的に好きなので、走るときに思いついたことをね、ぐだぐだ、ぐだぐだって言うと、ぐだなみさんの名前が出てきちゃうけど、そらなみどりさんの名前が出てきちゃうけど、まあ、あの方のようなね、スタイルじゃないですし、思いついたことを適当に話しているので、編集はね、意外とね、大変なんですよね、実はね。自分でね、後でね、見返してね、編集するで当然するんですけどね、めっちゃ時間かかるんですよね。純坊さん、もう、元ブログさんのね、同じ XSR の方もね、ね、本末転倒だよとか、まあ、他の皆さんも言ってますけどね、結局、何のためにやってるのって、ああ、いう話で。で、私はね、老後のため。老後の自分のため、うん、の単なる日記ですね。手書きの日記がブログになって、まあ、ブログの方もね、まあ、もう何年も毎日ね、毎日ですからね、もう何年続けたかな、7年 ?8 年ぐらい続けてるから。ね、もう、自転車の乗り始めた時に始めたブログの方もね、もうほぼね、毎日欠かさずですね、もうそれも数えるのもね、めんどくさい、確認するのもめんどくさいんで、してませんけど、まあ、老後の楽しみ。で、楽しみで、日記を綴るのにブログがあって、元ブログを始めて、オートバイのね、ブログを、こういう動画のブログを始めただけなので、特にね、ブログなんで、なんか企画をしてね、やる。好きな人がいっぱいいるんで、そういう人にお任せして、それを私が見ると。で、私は、自分がね、日々ね、どんなことを考えて、どんな、ね、時間を過ごしたかっていうのを、見返すとか読み返すためにやってますので、で、おそらくね、あれ今日プロペラ回ってねえな。うん、おそらくです。